スターホース3プレミアカップファイナル。ただいまよりプレミアカップを開催します。阪神競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、やや重、ダート両で行われます。出場全14チームを紹介します。プレミアカップ2400m、 まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か、ぐんぐんと飛ばしまして、デキャブが先頭に立ちました。オーちゃんのしもべ、そしてその後ろからイルポエマティリューが、しんがりからステレオタイプであります。さあ阪神競馬場のスタンドから大歓声が上がります。アイルトンクリスタルは3番手といったあたり、先頭は山田くん、デギャブも懸命に追う。アイルトンクリスタルが3番手、先頭は山田くん、外から1頭デギャブ、内から懸命にアイルトンクリスタル、山田くんが先頭だ。14番デギャブ、アイルトンクリスタル、先頭は山田くん、外を通ってデギャブ、アイルトンクリスタルが2番手、アイルトンクリスタル先頭に立った。外から懸命にイルポエマティルーナ、アイルトンクリスタル先頭1着、アイルトンクリスタル2着は3着。第1レース、1着11番、2着6番、3着4番以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。シルバーステートが行く構え、内を通りましてブラックホール、それから足毛の馬体、イニシャルサターン、一番人気のアラプロンドシ、どのあたりで動くんでしょうか。そのうち1番ジャリンコプリンス、ラッキーストライクが並んでいっています。そして外からは12番ダバダバ、どこに行った。さあこの直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。アラプロンドシはまだ後方、ピンチ、ブラックホールが2番手、ソウルサバイバー先頭、内から懸命にブラックホール、ブラックホールかわして先頭に立った。1着ブラックホール、2着ソウルサバイバー。第2レース、1着5番、2着11番、3着6番以上のように確定しました。
プレミアカップ1400m、まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か、押し出されるようにしてヤリップ砲が先頭です。アートオブバンプ、どのように差を詰めていくか、その外に必殺アタッカー、そしてしんがりからバルガという展開です。先頭は依然としてヤリップ砲、11番、19個目、ビータリ、外から1頭、3番、黄金騎射無人。さあ、スタンドからは大歓声。いやー、日本中から大歓声だ。アートオブバンプ、直線の伸び足はどうか。インダベールンダ、2番手、9番レイミステリオ、インダベールンダ先頭だ。19個目、懸命に追う、先頭インダベールン1着。第3レース、1着4番、2着9番、3着11番、以上のように確定しました。プレミアカップ1800m、まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か、ぐんぐんと飛ばしまして、ファイナリーフリーが先頭に立ちました。そしてその外にオールドトラフォード、ワールドデビアスがそのうちにいます。そして外からは12番、マヘリアからの手紙、アンノンオーケストラがその後ろ、8番、ゴールデンロード、それからもう1頭、2番、カリアウィズトンカツ。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。カレーウィズトンカツ、直線の伸び足はどうか。ファイナリーフリーが先頭だ。内から1頭ペガサスワールドテオ、内から懸命にグランレイセロ、先頭はファイナリーフリー、赤い帽子テコテコオブバギア、テコテコオブバギアが2番手、先頭外から懸命にテコテコオブバギア、テコテコオブバギア先頭、テコテコオブバギアが勝ちました。詰まったは2着3着にファイナリーフリー。第4レース、1着4番、2着1番、3着10番、以上のように確定しました。プレミアカップ3000m、まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か、ぐんぐんと飛ばしましてバックタンジャイアが先頭に立ちました。ブラウンモッコリホーナー、その後ろ、その外に8番、ゴールデンラーク、マホウジングルグルが合わせていきました。デスブライアン、差が開いてウッチミリオンタワー、そしてその外にナサールタイル、緑の帽子にご注目ください。これが一番人気のウォーカーフェイスであります。さあ、4コーナーを回っていよいよ全国ナンバーワンが決まります。ポーカーフェイス、直線の伸び足はどうか。マホウジングルグルが2番手、依然先頭バックタンジャイア、オレンジの帽子ベーコンピザ、ベーコンピザかわして先頭に立った。外から懸命にポーカーフェイス、この辺りで先頭はポーカーフェイス、1着ポーカーフェイス。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に11番、5番、4番、4番、9番、以上のように確定しました。